いずれ俺と結婚する者たち。こんばんは。今日朝起きたら、なんか風邪気味で、やっぱ風邪ひいたかと思って、まあ、二度寝してゆっくりしとったんだけど、ちゃんと起きたら全然絶好調になりました。でもまあ風邪ひいたかどうかちょっと分かんないけど、体はだるいとかそういうのはなくて全然 OK。 でも俺口内炎ででも俺は口内炎できた。ここ見えるかな、ここに口内炎できて、だからこれはいいチャンスだと思ってみんなに口内炎を消す必殺技教えてやろうと思いました。で、その消す方法は、とある食材をここに塗れば1日で治ります。でもその食材今家になくて、ちょっと買いに行こうかな。じゃあ今からコールズに行って、その謎の食材を買っていこう。あ、猫がいた。ウィン君かわいいね。行ってくるね。よし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 、行ってくるさ。よし、行こうか。みなさん、コールズにやってきました。見えるかな、なんか結構クリスマス系になってる。コールズにやってきて、もうおじさんこの謎の食材手に入れようじゃないか。何かな、これかな、何かな。あ、あったあった。そうだ、これこれだよ、これ。ベジマイトで口内炎が治る。よし、ベジマイトが手に入ったんで、もう帰りましょうか。帰ってきました。じゃあ早速オーストラリアのベジマイトでこの口内炎やっつけちゃう。口内炎め、言い残すことないのか。だー、この手でいてくれ。口内炎全部口内炎すべては駆除するのみ。これが効く理由は、ただ塩が入ってるから、口内炎に塩を押し付ければ消化的に治る。I don't know。 で、これちょっと痛いんで、でもまあ痛ければ痛いほど人間の精神が鍛えられるんで、頑張ろうね。うっ、ベジマイトの匂い、美味しいベジマイト指につけてやろうぜ。いくぞ。おほほあ、でもあんまり痛くない。あ、痛いか、痛くなってきた。で、あ、痛っ痛っこうやって押し付けてれば治る。それかこのまま塗ってほっとく。あ、痛い痛い。で、これ、あ、痛っこれやってればもう1日で治る。次に食事するときにもう痛くなくなってる。じゃあ次、口内炎できるときみんなベジマイト使って消してください。みんなまたね。ここはゴードが編集するステーション。かっこいい椅子があって、編集するとこがあって、でコーヒーテーブルを普通の机にした。こうやって下の部分切って、で、バケツの上に乗せて、こんな感じです。ウィー